今日の交通安全自転車フェスは今月の自転車安全利用推進強化月間に合わせて開かれました千葉公園にあるティップスタードーム千葉では国際基準で行われる1周250メートルのバンクを6周する新たな形の競輪ピスト6が開催されている園で浦安市出身の自転車競技元オリンピック選手 中村里さんが自転車のの安全なな技術などの指導を行いましたその他プロの BMX ライダーによる見事なハンドルさばきの披露や千葉市のマスコット、千花ちゃんや県警のシーポックなどが参加しての自転車安全講座などが行われました。